こんにちは、なぐ永本敬典です。今日も YouTube を撮っていこうと思います。今日はですね、ツイッター e r の王さんからちょっとご質問いただきまして、でどんなことかと言いますと、えっ、ー、と防水性のことを教えてください。えー、しかし、3気圧、10気圧等と100メートル等の表示がバラバラでわかりづらく、コロナで手洗いすることがおお、まあ。 手洗いを多くする以上よろしくお願いしますということだったんですけども、えっ、ー、とですね、一応日本ではまあジスの規格で何、えー、気圧っていうのは日常生活防水という形になってるんですね。それから何メートルっていうのは、えー、ダイバーみたいにこう水中作業というか、えー、そういうスポーツとか、えー、お仕事で使う方で大丈夫ですっていうような。 意味合いがあるんですけども、でその場合気圧の場合何気圧っていう場合3気圧5気圧10気圧20気圧とかありますでその場合何気圧っていう場合、ま、例えばよく1気圧っていうのは、えー、1気圧防水っていうのは水深10メートル相当とかというふうに言われていてで、えー、日常生活防水はまあ基本3気圧のことを言うんですけども日常生活のじゃあ3気圧あったら 3 0ルで泳いでも平気じゃないかと思われるかもしれないんですけれどもこの3気圧というのはですね、えー、時計が動くと水の中で動くと実はその1 0ルだったら例えば1気圧プラス動く時の圧がかかるんで実際は、えー、例えば1 0ルなんていう深いところじゃなくて例えばクロールで泳ぐ時の こう泳ぐときに水の中で手が動くというか時計が動くのでその時だけでもだいたい3から5気圧ぐらい水圧がかかるんですね。ということを考えるとその普通の気圧というのは優しく優しくゆっくりかけていって10気圧セーフだったら10気圧防水それから、えー、20気圧防水であればゆっくり リ20気圧防水をかけて、えー、大丈夫だったら20気圧防水ということで、えー、イコール 200m 防水とは違います。ということで、えー、例えばですね僕らでもうん例えば重い荷物ですね、えーまあ、僕の方だと新潟県だから、まあ、お米とか有名でお米って1袋が 3 0キロ半秒と言われる1票6 0キロですから半秒と言われる3 0キロの袋があるんですねで3 0キロの袋だとまあ大体の男性であれば普通にこう持てるんですけどもそれは例えば隣の人から3 0キロのものをこうはいよっていう感じで持つ分には全然持てますところが例えばほらよって投げられておっときたら3 0キロ落とす人が多いと思うんですね それと同じで同じ3 0キロであってもそーっと渡されたら持てるけどほらよって渡されたらおっとって落とすかもしれないそれが、えー、防水でいう気圧みたいなもんですそーっとやればセーフだけど例えば10気圧ガンってかけたらぐしゅっと水入ったりするパターンが多いんですねそういうことが、まあえー、生活防水というかの何、まあ、気圧という考え方だと思っていただければいいですだから うん例えば日常生活防水20気圧であっても2 0 0トルっていうわけではありませんので、まあ、より安心というだけになりますでそれに比べて何メートルというのは、えー、実はですね1 0 0ルであれば1.25をかけた、えー、その気圧というか圧力を何秒以内にかけてセーフだったらという決まりがあるんですね、えー、さっきの気圧の場合は何秒以内とかっていうその 時間の規定がないんですよだからゆっくりそーっとかけられるんだけどもその何メートルの場合は例えば100メートル防水であれば、えー、12.5気圧をガンってかけるんですね200メートルだったら、まあ、25気圧ガンってかけるんですよまあもちろんガンって言っても一瞬じゃないですよ30秒とかまあ1分とかそういうまあ普通に速攻速攻で潜るぐらいのスピードですけども、えー、とそのぐらいのスピードでかけて大丈夫っていうふうになっているんです。 とということであの、例えば何気圧と何メートルは基本的に考え方が違います。そっとかけるのかある程度ガツンとかけるのかの違いですね。だから要は何メートルっていうのは、えー、そうやってダイビングとかお仕事で使って大丈夫ですよっていう考え方だから、えー、かける1.25になっているんですね。でえー、あとさっき一番気になるのが3、まあ、気圧防水日常生活防水って 一体じゃあどうなんだと一番気になるところはごめんなさいもうだいぶねもう5分以上喋ってるんで、えー、また次回日常生活防水についてはそれだけ切り取ってお話ししたいと思いますということで、まあ、通常であれば、えー、気圧の方の10気圧とか、まあえー、メーターの方であれば100メートル10気圧とか100メーターイコールじゃないけどこのぐらいの防水性能があれば普通水入ることはないですなぜかというと例えば あなたの入るお風呂とか、えー、例えばプールとかは 100m 近くありますかと 100m の風呂やプールありませんそれから例えば海で泳ぐ方でも通常の泳ぐ場合ってせいぜい 3m ぐらいです 2m とか 3m ですねでダイビングで例えば 20m30m 行かれる方はやっぱり安全のために 10気圧ではちょっと怪しいです。せめて20気圧防水とか100メートル防水、今度は100メートルか20気圧っていうふうにえ安全をちょっと多めに確保して使っていただいた方がいいと思います。ということで、えー、あ消えちゃった。えっ、ー、と、王さんあの、また何か、もうちょっとここ聞きたいっていうのあったらいつでも僕に聞いてください。あの、なんていうのかな。 何でも聞かないと損ですよ、本当に。何でも聞いてくださいね。ということで、よろしくお願いします。で、実はですね、僕ね、えっ、ー、と、以前、うちこういう仕事してるんで、古物証の許可を取っていたんですけども、去年かな、今年かな、去年かな、何かこう、規定が変わったらしくて、で、その再申請みたいなのしなきゃいけなかったのに、僕、ちょっと忘れてまして、で、新たにまた申請し直しを、まあ、したんですね。で今日 あの申請の書類をこう、まあ、近くの警察署に持って行ったんですけどもあの、まあ、もちろんアポイントを取って何時にっていうことで行ったんですねけど、まあ、あのちょっとこちらで待っててねって言われて取り調べ室みたいななんかちょっと狭いところにテーブルと椅子があるだけのところでちょっとお待ちくださいって言われて待っていたんですねですごい廊下走る音が聞こえてなんかすごいバタバタしてるぞと。 いう感じで,で、えー、気が付いたらもう30分以上経って気が付いたら1時間ぐらい経ってやべえなとか思ってであのまあしばらく経ってから、まあ、申請書類はちゃんと提出してきましたけどあのなんていうのかなすごいねすごいなんか今日はバタバタしてたよとで僕あのアポイント取ってたのに1時間以上かかったよっていうのはちょっと言いたかったですということでそこがね一応 クーラーというかね冷たい風が上からヒューっと出てるんですけどめっちゃ西日が入っててすっげえ暑かったです。で帰りにセブンイレブンでレッドブル買って帰ってきました。ままたよろししくお願いします